アントニオ・ビバルディ、アントニオ・ルーチョ、ビバルディ、アントニオ・ルシオ・ビバルディ、1678年3月4日から1741年7月28日は、ベネツィア出身のバロック後期の作曲家で、バイオリニスト、カトリック教会の司祭、特に多数の競争曲の作曲家師として知られる。イタリアのベネツィアに生まれ、オーストリアのウィーンで没した。 サンマルコ大聖堂付きオーケストラのバイオリニストで、リハ髪氏の父親からバイオリンを学ぶ。10歳より、教会付属の学校に入り、25歳で司祭に、除外される。赤毛であったことから、赤毛の司祭イールプリートロッソ、イルプレーテロッソと呼ばれるようになった。司祭になった年に、ベネツィアのピエタ自然院付属音楽院でバイオリンを教え始め、1年後にはビオラ。 アディングレーゼ、ビオラオール、イングレーゼ、ライラバイオールも教え始める。後に、宮廷の学長にあたるフルタイムの合奏長ではなく、パートタイムの競争局長として、多くの器楽曲や、時には宗教局までピエタに提供し、リハーサルする義務を負った。一方、オペラ作曲家としての名声も次第と揺るぎないものになり、 バイオリンのビルトゥオーソとしての演奏旅行のほか、オペラ上演のために、ヨーロッパ各地を回った。彼の残した作品は、死後長らく忘れられた存在であったが、二十世紀に、入り多くの作品が再発見され、再評価されることになった。作品は、四季をはじめとして五百を超える、競争曲、五十二の現存するオペラ、ビバルディ自身は九十四のオペラを作ったと書簡に、 記している、73のソナタ、室内楽曲、シンフォニア、オラトリを、現在自筆譜が残っているのは勝利のユディータのみ、宗教音楽、モテットなど、カンターダなど多岐にわたる。シャフヤがシャフを行っている間に、競争曲の全パートを作曲できると交互していた。彼は、即筆の多作家であり、その荒れた筆跡は残された、自筆譜で確認できる。 ビバルディは特に旧、冠、旧の三楽賞を持ち、主に第一楽章において、前奏による繰り返しと独奏楽器による技巧的なエピソードが交代する、リトルネロ形式を持つ独奏競争曲の形式を確立したものとして知られる。ただし実際にはビバルディが独奏競争曲の考案者というわけではなく、ジュゼッペ・トレ・リーラは、 ヴィヴァルディ以前に独創競争曲を書いているが、ヴィヴァルディの作品は国際的に有名になり、多くのドイツの作曲家がヴィヴァルディの形式で競争曲を書くようになった。古典派の競争曲はヴィヴァルディなしには考えることができない。ヴィヴァルディは書こうと思えば高度に対応的な風画などの音楽も書くことができたが、より直感的で透明な音楽を主に書いた。 この親しみやすさによって、第二次世界大戦後のバロックブームは、ビバルディの再発見という形で進められた。その一方で、ビバルディの作品はどれも同じという批判的な意見もあり、例えば、ルイージ・ダ・ダ・ピッコラは、600曲の競争曲を作曲したのでなく、1曲を600回作曲したに過ぎないと言ったとされる。イーゴリ・ストラビンスキーも、おそらくダ・ン・ダ・ピッコラの言葉によって、 同じ形式をあんなに繰り返し繰り返し作曲できた退屈な男に過ぎないと言っている。皆川達夫は個人的な好みとしながらも、ビバルディの音楽の品のなさが耐えられないと言っている。通常リオム番号、RV 番号で楽曲が整理されるが、この他にパンシェルル番号、P 番号、ファンナ番号、F 番号が存在する。ジャンルには偏りが多く、 バイオリンのための競争曲はおびただしく残っている。ものの、チェンバローのための競争曲は、編曲譜が一曲しか残っていない。1678年3月4日、イタリアベネツヤのカステロクに生まれる。誕生日は長らく不明であったが、20世紀になって、当時の洗礼記録が、教区教会で発見された。品種の状態で生まれたため、助産婦が仮の洗礼を授け、 二ヶ月後の五月六日に、聖火の目と鼻の先にあるサンジョバンニン・ブラーゴラ、教会で正式な洗礼を受けた。このことは、ビバルディが生まれながら病弱であったことを物語っている。父親のジョバニ・バッティスタは、理髪師、当時の理髪師は簡単な外科医、床屋医者でもあったとして、家計を支えていたが、同時に、バイオリンの才能に恵まれ、ベネツヤル公案内のパンフレットに、 名バイオリニストとして紹介されるほどであった。同じブレーシャ出身のジョバンニ・レグレンチラとも親交があり、1685年にはサンマルコ大聖堂のバイオリニストに選ばれた。22歳の時に下手屋の娘カミラ・カリッキオと結婚し、長男としてアントニオを授かる。夫妻はアントニオの他に養成した子も含めて男の子4人、女の子5人を授かるが、 彼らの中から音楽家は誕生しなかった。幼少時から父親の元でバイオリンに習熟するとともに、父親の幅広い音楽仲間から作曲法などを学ぶ。レグレンチを含むこれら音楽仲間のうち、誰がビバルディの教師となったかについて、未だ半然とせず、様々に推測されている。庶民階級のビバルディが、やがて世に出て、 様々な階級の人と引け目なく交わるには、聖職者になるのが最も確実な方法だった。1688年、10歳で、当時サンマルコ大聖堂とサンマルコ広場を挟んで、向かい合って立っていたサンジェミニアーの、教会付属学校に入学した。1693年、15歳で啓発し、1699年、21歳で、下級除回を得て、1700年、 22歳で女債となり、翌1703年の3月25日に、25歳で、死債に除外される。彼は、赤色にちなむロッシ、ロッスイのあだ名で呼ばれた父親と同じく赤い髪で、あったために、赤毛の司祭イールプリートロッソ、イルプレーテロッソと呼ばれた。ところがヴビバルディには、生まれつきぜんと思われる持病があり、特に死債として、ミサの説教に立っている時に発作が起こると、 ミサの続行が困難となることがたびたびあった。こうしたことから、同年9月にはミサをあげることを免除され、平服の在属司祭となった。在属司祭となった9月、1346年設立という、由緒あるピエタ自然院付属音楽院で、バイオリンの教師として、教弁を取り始めた。キリスト教会が行う、事前事業の一環として、捨て子の養育を目的に建てられた。 事前院は才能のある女子に対して音楽教育も盛んで、ベネツィア共和国にはピエタをはじめ、インクラービリ、メンディカンティ、オスペダレットの四つがあり、付属の音楽院が併設されていた。また1704年にはビオラリングレーゼも教えている。1703年以降から1740年にかけて教師として、また作曲家として、 企画局から声楽に至る幅広い分野の作品を提供し、そのリハーサルを行う雇用関係を断続的に持った。ピエタ音楽院で作曲と合奏の指導を任されたビバルディは全十二曲からなるトリオ・ソナタ集を作曲し、1705年にこれらを作品一として出版する。トリオ・ソナタの先駆者として有名なアルカンジェロ・コレッリの影響が色濃く見られる。 この作品群は、ベネツィアの貴族、アンニーバレイコールガンバーラ博に検定されている。1709年の2月に、ピエタ音楽院との契約が更新されなかったが、その理由の一つに、当時のピエタの経営状況が思わしくなかったことが挙げられる。この年1 2曲のバイオリン・ソナタ州を作品2として出版する。1711年の9月に、 ピエタ音楽院との契約を更新する。作品3として、調和の霊感が出版される。1713年に、ピエタ音楽院の合奏長であるフランチェスコ、ガスパリーニ、フランチェスコ・ゴズパリーニー、1668から1727が職を辞す。公認が決まるまで、音楽院はビバルディに、宗教曲の作曲も依頼する。同年に、オペラの諸状作、 オルランドフリオーソ、怒りのオルランドが、ベネツィアのサンタンジェロ劇場で初演される。この時期、基本的に音楽院の音楽教師という立場に、いながら、作曲家としてのビバルディの名は、ヨーロッパ中に広がり始めていた。これは、生命力のほとばしりを感じさせるみずみずしい、曲奏のみならず、合奏競奏曲からさらに進んだ、独奏競奏曲のスタイルを確立していったためと、 考えられる。同時代のドイツ人音楽家、ヨハンゼ・バスティアン・バッハも少なくとも筆者譜の形でビバルディの楽譜を入手していた。各地で講演されたオペラも次第に彼の名を高めていった。ビバルディは1716年から1718年までは競争局長としてピエタ音楽院に奉職しながらサンタンジェロ劇場をホームベースにオペラの作曲に 精力的に取り組み始める1718年から1720年までの2年間は、ベネツィアを去り、ハプスブルク家領となった、マントバの支配者、ヘッセンイコール、ダルムシュタットハクに、宮廷学長として奉職する。同地で3作ものオペラを上演する。1723年7月に、ピエタの理事会はビバルディに対して、ピエタ音楽院のために、 競争曲を月に2曲提供すること、旅行中は楽譜を郵送すること、リハーサルを2回、内し3回ほど指導する契約を交わした。音楽院にとってビバルディは大切な人材であり、必要不可欠な人物でもあった。この間における作品群は、1714年に作曲したオラトリオ、ファラオの神モイゼ、RV643、 紛失が同年に初演され、この頃までにストラバガンツァと題する十二曲のバイオリン競争曲集作品四として出版される。また1716年に現存する唯一のオラトリを勝利のユディータが初演される。また1716年から1717 17年にザクセン公のバイオリニストとして活躍していたピゼンデルが支持しており、 彼のためのバイオリン競争曲やソナタをいくつか作曲する。ビバルディは書館の中でヨーロッパの各都市を旅行したことを述べており、この書館で伺えるように、この時期はほとんど旅行に費やしている。1723年から1724年にかけてローマを訪れ、同地で3曲のオペラを上演した。なお、ローマ教皇の午前で演奏したとも述べている。 1725年に、再びサンタンジェロン劇場の作曲家兼工業主となり、1739年まで断続的に務める。1728年に、トリエステで神聖ローマ皇帝のカール6世に、越見する機会ができ、手書きの競争曲集、チェートラを検定する。1730年と1731年に、ビバルディはオペラを上演するためプラハに向かった。 1732年から1737年までイタリアの各都市でオペラの上演と工業活動を行った。この時期の作品群では1725年に四を含むバイオリン競争曲集火星と創意への試みが作品8として出版。1727年に J トラと題する12曲からなるバイオリン競争曲集が版される。 1729年には、音楽史上初めてのソロのフラウト、トラベルソ、フルートの前進のための競争曲集が、作品10として出版される。また生前出版された楽譜としては、最後となる、作品11と、作品12のバイオリン競争曲集が出版される。なお、作品13は、シェードビルが、ビバルギの名前を語って出版した曲集に、 パリの番車が勝手に振った作品番号である。1740年のジェロソナタ州作品14はビバルディの新作であるが、パリでおそらくビバルディの感知しない間に出版されたと思われ、作品番号も作品13にそのまま続けて作品14としている。オペラ作曲家としてイタリア本土や外国の諸都市では人気が高まりつつあったが、 本国ベネツィアではナポリ派のオペラがベネツィア派のオペラを駆逐し、ビバルディのオペラ作品に対する評価に、陰りが見え始める。また、1737年から翌1738年にかけて、教皇領のフェッラーラでの興行に次々とトラブルが起きる。1738年には、競争局長の職を辞すも、ピエタ音楽院の求めにより、 作品の供給は1740年のウィーン業の直前まで続いた。ビオラダモーレト・リュートのための二重競争曲の完成後、1740年に予定から抱いていたウィーンでのオペラ工業を決心する。グラー,アーツで自作の講演を行った後の足取りは現在まで分かっていないが、ウィーンを目指す中でさらに不運がのしかかった。一番の良き理解者でありもっとも力のある。 パトロンだったカール六世制挙し、オーストリア国内は一年間後に服すことになったので、ある。服務期間中はすべての工業が禁止されたため、予定していたオペラ、メッセニアの新宅が上演できなくなった。当時は出演者から大道具に至るまで、工業主が後で生産する形で、オペラの準備が行われていたので、おそらく大変な釈材を抱え込むことになったと思われる。 さらに、カール六世の娘、マリア・テレジアが定位を継いだために、オーストリア継承戦争が勃発し、国内の雰囲気も戦争一色となり、ラオ大家に一別を与えるゆとりも関心も、貴族たちにはなかった。失意のうちに体調を崩したと思われるビバルディは、ベネツィアに帰国することもかなわず、1741年7月28日に、ケルントナー島和劇場が用意していた。 作曲家用の宿舎にて、63歳で死去した。死因は、内臓疾患であると言われているが、詳細は不明である。火器であったこともあり、旅行者のための簡素な葬礼の後、遺体は、翌日、病院付属の貧民墓地に埋葬された。この墓地は、後年取り壊され、現在は、ウィーン工科大学の校内になっている。オペラの方は、ウィーンの新聞の広告欄に、 コビバルディ試作曲と張り出さて、翌1742年に、当初の予定通りにケルントナートーア劇場で上演された。ビバルディは大変な蓄材ができたほど、同時代において高い評価を受けた。ルイクロードダカンも、著作の中で、アルカンジェロコレッリに匹敵するのは、ビバルディの四季のみと言っている。ところが18世紀末から19世紀末にかけて、 ヴィヴァルディは全く帰り見られず、忘れ去られた。これはバッハも同様であったが、19世紀末になって、バッハが再評価されると、その生涯が調され、その作品に、ヴィヴァルディの編曲を参考にした箇所が、複数発見された。20世紀に入り、アルフレード・カゼ・ラや、ジャン・フランチェスコ・マリピエロらの尽力で楽譜の整理、工程が行われ、ヴィヴァルディの作品は、復興を果たした。 イムジチガス相談は、式を1955年に、世界で初めて録音し、レコードはこれまでに2500万枚以上という、驚異的な売り上げを記録している。これにより、ビバルディは一躍有名になり、クラシックファンを超えた人気を持つに至った。事故、作品一覧、および、ビバルディの楽曲一覧も、参照のこと。ビバルディの競争曲および、そなたのうちのいくつかは、 存命中に出版されている。以上の作品の初版は、1、2を除いて、アムステルダムのルセーヌ社から出版されており、ヴヴバルディがベネツヤのみにとどまらず、ヨーロッパでも名声を得ていたことがわかる。作品3、4、8、9はすべて検字付きで、王公貴族に検定されているが、検字のない作品を、6、7、10、11、 12のうちのいくつかは出版社がビバルディの了解を得ることなく出版した可能性が高。っ1730年頃を境にいろいろ制約の多い出版筆ではなく筆者筆のルフを好むようになった。そのため演熟期の作品には作品番号が付されていないものが圧倒的に多い。以前は作品13が存在するとされていたが、後年の研究でシェードビルが ビバルディの名を語って出版したものであることが判明した。また、作品14、6曲のチェロソナタ集は、パリの出版社が勝手につけた作品番号である。ビバルディの作品はかなり膨大で、紛失したものや偽作などが多数含まれる。ここでは、比較的知られている作品のみ掲載する。作品10として出版された、フルート競争曲集に含まれる楽曲である。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。